This week's amazing amusements. いやー、アミューズメントのことが起きてますね、えー。何がアミューズメントかっつうとですね、機材が変わりました。今使ってるオーディオインターフェースがですね、新しいのに変わりましてですね、えー、今私はですね、非常にこう、心地が良い。まあ、今までね、使っていたのはアートリアっていうところのね、オーディオフューズっていうのを使ってたんですけど、 これも全然悪くなかったんですが、さすがに経年劣化というものはございましてですね。あの、ミュートボタンってのがあるんですよ。そのスピーメインスピーカーから出る音ミュートするボタンがあるんですけど、もう毎日使うわけですよ。極論ね。ヘッドホンかけて、えー、っと、スピーカーから出して、またヘッドホンでってやるときに、音量を上げたい、チェックしたい。ミュートボタンは何度も押す。で、当然メインの、その入力のところのね、つまみなんてのはもう毎日毎日ぐり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 動かすわけですよ。ね。で、あとはあれですね、ヘッドホンの端子。 二つ、二系統ついてたんですけど、で、その二系統も両方とも結構使うわけですわ。ね。まあ、当然、そのフィジカルな部分では、消耗というものはあるわけですよ。いくらデジタルの機器といえ、フィジカルはあるわけです。えー、ミュートボタン陥没。ね。<laughs> 使いすぎで、ミュートボタン陥没。えー、それから当然、これよくあるんですが、入力のチャンネル片っぽの方にですね、ちょっとガリが乗り始めてしまった。ね。まあ、安定して使えるんですけどね。たまにちょっとこう接触不良が。 あの、起こる時がある。え、で、それから、まあ、あの、出力の音にもちょっとノイズが乗るかなというところを感じ始めて、えー、早半年。半年以上かな一年、陥没してからは半年ぐらいだと思うんですけど。それで、えー、いろいろとですね、検討に検討を重ねてまいりました結果、いよいよやっとこの、新しいオーディオインターフェースを買いまして。で、まあ、前はね、もうオーディオインターフェース次買うのはもう10万クラスかなと思ってたんですよ。でも、ところがね、今回全然そんなことないです。 もっと安いの買いました。というのも、あのー、いい音を取りたいなら、そもそもオーディオインターフェースだけじゃなくて、マイクだ、ケーブルだ、それから録音ブースだと、部屋のね、そういうのをスペックアップしていかなきゃいけない。これは分かってる。で、そんなことまで全部バカ金かけてたってしょうがないし、じゃあインターフェース単体で質が上がったところでどうなんだという話なんですよ。それは僕今すごくいいスタジオ使えるようになったんで、 使してもらえるようになったんで、もうそそここ行行いいとりたそこ行くんですです自分でね、卓録する程度だったら、まあ十二分にこいつでいいでしょうっていうクラスのやつで、まあずっと使ってた、スタインバーグさんの、えー、UR シリーズってのがあるんですよ。これ私が最初違うな。2期目か3期目かなに買ってたやつで、まあそれももう、あのー、だいぶ、 ガタが来てというか、もちろん壊れる前だったんですけど、あの、アニメーターの椛島さんにお譲りして、で、代わりに新しくオーディオフィズを買ってて、で、オーディオフィズも壊れたんで、壊れてないけどね、えー、こいつに買い替えたんです。その UR の当時のやつのアップグレードバージョンの UR44C にしました、今回は。まあ、あのー、通常ネットでね、真面目な3万ちょいとか3万、 4、5000円かな多分定価でそんなもんなんですけど、Amazon だと2万5000円ぐらいで買えるんですよ。で、ずっと品切れになってたんです。で、いつ出んのかなと思って、まあ、チ,チビ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 チェックをしていたらですね、この間ですね、入荷をしまして、よし、買おうっつってすぐ買いました。で、今それ、昨日届いて、で、繋い、で、部屋のね、その、ケーブルさばきとか全部買えなきゃいけないから、全部か、付け直して。で、今こちらです。使ってます。で、これ何がいいかあのー、 ダイレクトモニタリングの中に、あのー、センドのシステムがあるので、こいつね、リバーブをね、レコーディング中に乗っけられるんですよ。でさっきから僕はリバーブが乗ってるね、お風呂状態で喋ってます。トークしてます。だけど、録音の音には乗ってないという。前のインターフェースじゃそれできなかったんでね。いやー、これができるだけでもだいぶ違う。あの、ボーカルの収録がとても楽しい。ということでね。まあ、えー、なんか私だけがただ楽しいっていうのはあるんですけれども、まあ、これでまた次の制作もねばん、頑張ってやっていけるかなと。

いやー何はともあれいい機材を使うことができて私は大変満足でございますが、えー、まあ、これから先のね、えー、展望として、まあ、コミックマーケットございますが、えー、無事ですね脱行しまして、えー、先週これが放送される1週間前ですね、えー、には脱をいたしましてですね、おかげさまでですね今のんびりと他の仕事をしておりますいやー結局年内の仕事はまだまだあるということでですね生きた心地は決してしているわけではないがだいぶ。 だいぶ気が楽になりましたなので今何をしてるかっていうとですねあののまままりり込んでししったプラモの消化をしております、えー、これをですねやっている最中にもですね、えー、またですねプレミアムバンダイで予約していたプラモを忘れた頃に着弾するというですねあの遅効性ウイルスみたいな <laughs> 本当にねあれなんだよプレミアムバンダイはね良くない面白いものがね買えるって買ってもね届くの半年後なんですよだから半年とかねまあ早くても3ヶ月とかさなわけじゃないですか なんか遅行性ウイルスみたいにじわじわ来るんですよで忘れた頃に本当来るからああ忘れば買ってたっけみたいなそんな感じなんですよねまあまあまあこれも楽しみの一つですけど、まあ、皆さんもプレミアムバンダイ楽しめてる人はそんな感じじゃないですかねうんということで、えー、今日はですねそのコミケの CD の準備の話とかですねいろんな話をします年末もねもう近いですからねはいということでよろしくお願いいたしますヤマトリのラジオカ看バです235回座敷ケステイチュン ラジカンテーマトーク。まあ、言わずと知れたコミケの話ですね。ええー、コミケの話をしましょうか。えっと、まあ、コミケなんですけど、うんと、やることなんですが、コミケでやることはですね、もう非常にシンプルでして、ええー、まあ、CD を売る、CD を売る、CD を売る、買い物をするって感じなんですけど、あのー、今回ね、久々にね、ご、5年 ?5 年か。5年ぶりにですね、 えー、アニソンアレンジアルバムのフリーのやついろんなのがザってるやつを作りましたまあ前にねあのシードのアルバムを作る予定が無理だったっていう話はもうしてあると思うんで、えー、ちょっとね まだまだ、ちょっとシードを頑張っていかなきゃいけないし、今シードの再販がめっちゃかかってるんで、プラもめちゃめちゃ買ってるんですけど、だから消化、消化体制も倍速でやってるんですけど、えー、そんな感じで今作ってるわけですがね。えっ、ー、と、今回のラインナップがですね、なんとなんとですよ、なんと全20曲。えー、インスト曲も入ってるんですけど、インスト2曲かな インスト1、2、3曲ですね。えー、20曲中3曲はインスト、あとは全部ボーカル曲って、えー、これでもね、結構選んでるんですよ。実は作りかけだったり、あるいは作ったはいいけど公開してないか、作って公開もしてるんだけれども、なんかちょっと直したいなっていうのが多かったりとかで、ラインナップから外れた曲っていうのがいっぱいあって、えー、この5年の間に作りためた曲、まあ、それでも20曲だから少ない方ですけど、あのー、もっとあるんですよ。ただその中からこ、 曲をえりすぐった結果これだけのものになったんですがなかなか自分で聴いてても聴き応えのあるアルバムというかしつこいアルバムになりましたあのその脂っこさなんですけどそうね脂っこさか前にあのー、牛と豚骨混ぜた牛豚ラーメンっていうのを食ったことがあるんですけどそれぐらいあれこってりしてたな なんかもうと油の上に油乗ってるぞみたいな。ついでに、あのー、なんでしょう。サイドメニューで鶏の唐揚げなど頼,頼もうものならみたいなね。その上に桜の、あの魚の背脂乗ってますせ、みたいなぐらいの油っこさはあると思う。ので、あの、胃もたれを自分でも起こしかねないアルバムにはなったなと思いました。が、まあ、それはそれとしてバランスは取れてると思うんですけどね。うん。というアルバムになってます。まあ、ざっくりラインナップを紹介しますと、 半数もいかない程度には、えっ、ー、と、YouTube で公開済みですね。YouTube で公開済みです。えー、例えば、あ、でもしてない曲もあるな。してないやつで言うと、ゴッドマーズとか。えー、宇宙の王者ゴッドマーズは公開してないんですね。で、あとそれからラジオドラマで使ったっきりになってるのが、覚醒ゼオライマーとか。えー、あとは、逆に公開してるもので言うと、 えーとボルテスの「父を求めて」とか「ゲッターロボ」それから「ハート・トゥ・ハート」これ J テッカーね J テッカーだっけなぜか3曲あるんですけど「えー、もしもあなたに会わなければ」とか「合体ビルド・タイガー」とかも入ってるんであと「全ャーとかねその辺もすで、あのー、に公開済みあと「葛飾・ラプソディ」それから「日だまり」ですね「ナイト・オブ・サマー・サイド」これも公開済みですねまああと「フェローズ」とか「あのカーニバル・ファンタズム」の曲ですけど あと「夢の中へ」これはあれですね私的にはコミケの曲ってイメージなんですけど一応昔のテレビドラマの放課後の主題歌ですねのカバーがザーッと入ってる他何曲か、あのー、今何曲か抜かしましたけど、まあ、公開済みのものが割と多いです公開済みのものもに加えて、えー、新たにねちょっと作り下し今回のアルバム用に1曲作り下ろしたものも入ってます、えー、まあそれを楽しみにしていただければと思いますけれども。 あのー、今回ね、結構真剣にギターを自分で弾いてます。で、えー、YouTube 公開版は打ち込みでやってたりとか、あとは AI にギター弾かせたやつとかあったりするんですけど、今回のやつはですね、結構真剣に自分でギターを弾き直したりとかしてるんで、音変わってます。なんで、公開済みの曲で音が変わってるやつが、えー、っとー、なんだどれだやっと出たまんの歌。これ変わっ やっ,てますね、やっと出たまって俺公開したよなした気がするえー、変わってるそれからあー「バーニングブレイブハート勇者の魂」これも変わってるなあ変わってるわあとなんだろう「フェローズ」変えてないな「夢の中にも変えてねえなでもまあ差し替えはその2曲かなでもねあのミックスに関して言うとほぼほぼ全部バランス直してるんですよ なんで、えー、YouTube 公開版との差異を頑張って探すみたいな。当然、マスタリングもね、YouTube マスタリングと、あの、CD マスタリングって違うんで、変えてあるんですよ。当たり前ですけど。なんで、その辺も楽しみにはなるかなと思います。なので、そういう意味では完全に同じ音源が入ってますよっていうのは、一曲もない。と思うので、えー、まあ、その辺のね、マスタリングの違いなんてわかんねえよっていうね、話って、 ついついみんな思いがちなんですけど、それは聞き比べてないからですよ。意外と聞き比べると違いますっていう。まあまあ、聞き比べて違う程度にマスタリングの腕が俺にありゃ嬉しいんですけどね。まあでももちろん頑張ってるんですけど、あのー、ぜひその違いがね、見つけられる程度のものになってれば嬉しいなと思います。えー、まあ計20曲、えー、ザード作ってますんでね、えー、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。コミケの配置、コミケの初日、12月30日、えー、東2ホールかなえー、 A-52AB です、えー、チーム加藤野と新山と神保こちらで CD 出てますので、えー、加藤野さんとね一緒に作ったオーディオドラマのビステリオンこちらも実はね出るんですよ再販かかりましたで私のサントラでもあるんです あの劇版全部私が書いたので、えー、まだお持ちでない方は、ぜひとも私の劇版込みで、ビステリオンも買ってください。なんなら脚本も私ですから、私も出演してますし、みたいな。あの、コンピューターのね、あの、アナウンス役とかで出てきてるんで、あと、うちの猫も出演してますから、あの、ぜひぜひこれ買ってください。あの、主演、加藤の最太さんではございますけれども、あのー、ま、事実上、事実上結構私は頑張った CD です。うん、ということで、ぜひよろしくお願いします。はい。 とまあそんなこんななアルバムなんですけどあの最近ねちょっといろいろねこのアルバムを作っててね思ったところがあったんで今日はその話もしようかなと思います。あのねまず CD のジャケット、まあ、CD のジャケットはちょっとまたえっとこのラジオが投稿されている頃にはえもしかするともう発表してる気がするんですけどまああ,のあんな感じのねえっと「新世紀勇者大戦」の主題歌の「のバーニング・ブレイブ・ハート勇者の魂」を収録したんですよ。 でこれを YouTube you に公開する時用に僕イラスト描いたんです。でこの「新世紀勇者大戦」ってゲームソフトなんですよ。PS2 の。いろいろ曰くつきの。でこの、えー、主役ロボットゲームオリジナル主役ロボットに量子長役レイゼルバーっていうのが出てくるのね。でそのレイゼルバーを描いたのよ。あの顔のドアップを描いてでそれにいろいろこう再構してあのー、何ですかその入れたんです。CD のジャケットに入れたんです。 今回はで実はこれねツイッターを追っかけてる人はねもうそうだジャケット公開したわツイッターで追っかけてくれてる人は見たと思うんですけどあの僕がギターショって歌ってるよっていう絵もね頑張って描いたんですよこの CD のためにわざわざ結局ボツになったんですけど個人的にボツにしたんですけどあのー ジャケ買いするかって言われた時ジャケット完成した時にこれジャケ買いするかなって思っていやしないなってなったんですよだからあのそのジャケットやめたんですけどあのー、そうねやっぱねよくないねそういうことをするのはねやっぱ顧客目線は考えた方がいいわって真剣に思ったそんな場面だったんですけどね。 あの、よくあるじゃないですか。アニメソングのアルバムで、こう、アニメのキャラクターみたいな感じの子が、こう、ヘッドホン被ってるとか、マイク握ってるとか、ギターショって歌ってるよみたいな、青空でとか、学校の屋上でみたいなアルバムって昔からあるんですよ。でもちろんそれは、お絵描きとても上手なね、プロの方に描いていただいたイラストだったら、それはジャケ買いの価値ありますわ。それは当然あるんですよ。でも私みたいなドヘタクソが描いた、ドヘタクソってことドヘタクソでもないですけど、 あのプロじゃない人間のね絵をねそんなね頑張ってまあもちろんねコミケっていう場ですから自分で頑張って描くは大事なのそれは大事なのよなんだけどさいやこれはちょっといくらなんでも商品価値としてどうよっていうのができちゃうんですよ。それはまずいということで結局やめちゃったんですけどあのねこれね良くなかったんだよなあの YouTube でさあのマクロスの曲またやりたいなみたいな話をね作業雑談でしてたの。 でその時にあのー、マクロスセブンのえー、っと「Hello, my friends」って曲あるじゃんあの曲をがいいって話になってでその曲をさどんなだっけと思って YouTube の公式から探してたの,あの YouTube 公式でもさあの配信されてしまう私はあの課金してるんであのー、Amazon の Music Unlimited あとアルバムも持ってるしであれだったんだけどパッととりあえず見るのに検索が早いから検索したのよ。で下出出てててくんだけどさマッドが出てきて マットじゃねえな。マットみたいなもんか。あの、もうサービス終了しちゃったんですけど、歌マクロスっていうゲームあったのよ。要はマクロスソングの音ゲーがあって、うちの嫁ちゃんやってたんだけど、でたまにクリアできねえからってって渡されてやってたんだけど、その歌マクロス版のバサラの映像に曲を合わせたあの映像曲が出てきたのよ。 で、歌マクロスをプレイしたことある人は知ってると思うんですけど、あの、女の子のさ、CG も含めてさ、結構クオリティ高かったのよ、歌マクロスの CG は。で、俺も好きだったんだけど、やっぱりね、あの、バサラをね、今の時代の、 絵柄っぽい CG にして、で、ギターショわせて、あの CG のぬめっとした感じで踊らせるって、クオリティが高ければ高いほど、ちょっと面白い映像になってしまうんですよ。で、またね、そのね、動画に当てられていたね、映像の、そのゲームをね、背景変えられたりするの。 ライブ会場でさ、他にさ、ミレーヌとかさ、あのー、レイとかさ、みんないるんだったらよ、ファイヤーボンバーのメンバーがさ、あの、ビヒーダ込みで4人全部揃ってて、みたいな絵面で見れるんだったら、多分見れたんだよ。なんかね、宇宙にの、宇宙じゃないな、なんか青空にぽっかり浮かぶ、草原の空間みたいなところに、バサラが一人でエレキギターしょって、ヌメヌメ歌って踊ってるっていう映像になってるのよ。 あの、確かにバサラなんだけど、バサラが故に、これは違うっていうのが出てきてしまって、で、俺が描いた絵がさ、まさにそれだったのよ。だからね、ある意味ね、バサラと歌マクロスのそのマットに感謝ですね。その映像を見てなければ、俺多分どう、そのままジャケットをね、その微妙いジャケットにしてた気がするもん。だからあれは感謝です。 まあ、ただ、おかげでですね、その曲が好きだなって言ってたね、通話の相手がね、まあ、メイちゃんなんですけど、メイちゃん多分僕のワークショップ来てくれてる人たちはみ、みんなかわかんないけど結構知ってる人ね。あのメイちゃんと喋ってたの。その時に、その話になって、二人で夜中にゲラゲラ笑ってたんだけどさ、いやー、良くないね。良くないけど良かったわ。おかげで私は助かった気がするもんね。まあ、そんな、そんな話です。あの、たまにね、やっぱね、だからそうそう、CG の技術ってのもさ、 上がりゃ上がるほどすごいんだよ。上がれば上がるほどすごいんだけど、なんかちょっと微妙いみたいなのってあったりするの。で、私がそれで微妙いなって思ったことがあるのが、実はね、やめたきっかけというか最近やってないきっかけにもなってるスパロボなんですよ。あの、スパロボの DD の CG、確かにすごい。確かにすごいし、あの、正直ロボット、スパロボに特化した CG だからすごくかっこいいの。だから OK。で、 ところが、あのー、いわゆる末置きハードのスパロボで、まあ、これはちょっと 3DCG とも違うんだけどさ、あのー、PS3 じゃないな、PS4 だな、PS4 以降の、とか、あと、スイッチとかで出てる、V とか X とか、T とか、あと30とか、えー、30じゃなくて30か、とか、 もちろんシナリオもすごいだろうし、ゲームのシステムだってさ、よくできてたりするし、いや、サクッと楽しめていいよ、名作だよって言ってくれるんだけど、あの、キャラクターの作画がすごく高画質じゃないですか。で、高画質がゆえにこ、これプロの目線で合ってるかわかんないんだけど、いわゆるアニメーション的な撮影処理ってあるじゃない。あのアニメーション的な撮影処理がされてないから、撮影処理前のアニメーション見てるみたいに見えるんですよ、僕は。で、 なんか、昔のフラッシュのアニメで、その、手書きでフラッシュで、えー、アニメのシーン再現しましたみたいに見えるんですよ。スパロボのプレイのアニメーションがね。もちろんすごいやつはすごいんだよ。すごいんだけどね、なんかね、そこが違和感なんですよ。で、これがじゃあ、ジャギジャギのドットだった PS2 までの、 時代って、俺なんかすごいヌルヌル鮮明にかっこよく動いてたな。アニメすごかったなっていうイメージがあるの。アルファとかもそうだけど。で、それって画質が低いがゆえに、あの、俺の目とか脳でさ、これはすごいかっこいい映像なんだっていう脳内補完がされてるんですよ。絶対。だから、あの、あの、ジャギジャギの、今見ればジャギジャギのあの PS2 の映像がかっこよく見えちゃうし、今でもなんならそっちの方がゲームアニメーションとしては あんまり不自然さを感じないの。で、その新しく高画質になればなるほど、その不自然さというか、ゲームの限界を感じさせられてしまうという現象があって。それこそマクロスのバサラもきっとそうなんだよね。あれ、例えばね、パワプロ君みたいな、あの、なんていうの投身とか、そういう、なんていうんだろうね。デチューンって言ったらいいの。 デチューンされた映像で、例えばパワープロみたいな投信だあれだね ?PS7、あじゃ、PS1 の FF7 の、あの、あれ、腕がマッチョになってるやつ、ボンって。あの、なんだよ、パワープロくんのちょっと等身上げたみたいなやつだったんですよ、昔のね。FF7 のグラフィックって。あのグラフィックか、それか FF8 みたいな仕上がりだったとしたら、ワンチャン見れた気がするんだよね、バサラもね。 まあだから結局のところさ、そういういろんなその技術の進歩や発展ってたくさんあるわけなんですけど、何でもかんでも発展させてね、高画質だったら、それで必ずしもこちらが楽しめるかっていうと、実はまあそうでもないよねっていうのが俺の中でのまあ感想。ただこれってさ、誰でもそうだと思う。だって俺がそうだし、よく言われるじゃん、この話は。まあ、だそれに俺は救われたっていう話なんだけど、今日はね。 うーんとだからまあそうだね。だからもしみんな聞いてる皆さんもねそういうなんて言うんだろうなそ,そういうので芋を引いた芋を引いたっつうのはだから高画質にならなくてもよかったなと思ってたことだったり、えー、ここはローテクでもよかったんじゃないのっていうのをコメントでいただければと思うし私個人的にもですねえー、その。 ローテクでよかった。ま、あ今回のその件ももちろんなんだけど、他にもいくつかね、多分あったと思うんだ、探せば。あと、そうだな、ローテクでもよかった。プラモでもあるな。例えば、えー、っと、道具が進化しすぎて、あの、僕、アルティメットニッパー使ってるんですけど、今んとこアルティメットニッパー箱こぼれさせたことないんですよ。もうに、二丁目なんですけど。ただやっぱね、もう、いきなり最初で割っちゃったって人も結構いたんです。 あの、ネットで話をし聞いてたら。だから、あのー、そういうのも含めて、進歩すりゃ何でもいいってわけでもないような、そこをなんか大味に使いたい人にとっては、大味な道具は大味な道具のままの方が良かったりするんだろうなとか、あの、そういうことってたくさんあると思うんだよね。まあ、だからさ、道具ってグレードが必要だし、機械、何でもそうなんですよ。作品の質にしても、ここはこのグレード、ここはこのグレード、ここはグこのグレード。ただ、高画質なのか、高音質なのか、 えとかさ、いろいろあるわけじゃないですか、作品だって。そこを、どういうパラメータやどういうバランスで作り込んで、あの、世に出すのかっていうところは、あの、コントロールできれば、多分ベストアンサーがどっかにある。まあ、ベストじゃなかったとしても、何かこう、意味のあるバランスを生み出すことはできるんだろうなっていうのは、ちょっと思ったね。だから、高画質な、 えー、頑張って俺の描いたね、手間暇かけて作った絵より、俺がのぺっと描いたロボットの絵にいろいろその AI のフィルターをかけ、えー、て、なんかそれっぽくしたアルバムのジャケットの方が、ジャケ買いには向いてたっていう。そういうことですよ。何でも手間をかければいいわけじゃない。もちろんただ、手間をかけたかどうかは見ればわかるのよ。ただ、あの、もう見る側の視点が手間をかける以外のファクターで、作品を評価してるじゃん。どんなに手間かけたってさ、あの、 例えばね、どんなに長い時間をかけてフォンドボーをしたところでですよ。あの、焦げちゃったら美味しい料理じゃないわけですよ。多分そういうことなんだよな。うん、だから僕は絵を描いて焦げちゃったんですね。はい。皆さんも何かものを作るとき、えー、そういう何かスマートなね、やり方でできると令和なんじゃないでしょうか。これでお家合ってんのかいやーまあ、それにしてもあれだわ。 あの今使ってるねこのインターフェースでのねモニタリングのねバックの速さこれすごいねこんなにきれいに速く帰ってくるんだねあの完全にほぼダイレクトモニタリングできてますもんねレイテンシーほぼないわあ,あいやー気持ちがいいもっと早くこれを買っておけばよかったうんということでですねえコミックマーケットね来てくださいよろしくお願いしますあのですねちなみにまあここだけで言ってんのかな分かんないですけどめちゃめちゃ少ないんですよ 今回俺が作った CD の枚数十枚もないかもしれないよぐらい作ってないので、えー、まあ具体的な枚数を言うとね逆に来てくれないからあれだけどもちろんうちにね買いに来るよっていう人の数で考えたらちょうどいいぐらい。 なんですだから、まあ、わざわざ連絡して取り置かなくてもいいんですけど気になる人は取り置きって言っといてくださいで、えー、一応取り置きはしますんでなんですけど、まあ、まあできるあのねもう在庫抱えるの大変じゃないですか正直ねガンダムはねまあガンダムはほら長期規格だからさあの在庫が残るように作ってるんですよわざとですけどやっぱね今回みたいなね一発企画系はねあんま在庫持つと大変なんだよだからね売り切りたいんですね もうはっきりしてるでしょ私あのでもそんなもんですよあの他のねサークルさんもきっとそうですやっぱ基本的にコミケで売り切ってしまいたいなって思ってることが多いと思いますだからあの次のねそれううこそシード、まあ、シード WO とかねあの G ガンダムもウィングも X もやりたいわけですよいろんなガンダムやりたいからガンダムだけじゃなくてライダーもねちょっと一旦飛んじゃったライダー企画ですけどあの何でしょうきちんと あのお膝元を通した上であの私がね私単体で、まあ、加藤野さん使うっていうのは難しいっていうのはもうこの間ね夏コミで分かったんで、えー、私だけでソロでまた「ライダー」のカバーアルバムはやれるんですよ。これれはちゃんんと合法にやれるんですなんでちょっとやろうかなといずれ思ってるんでねそっちもぜひともお願いし聞き,聞きに来てほしいって思うわけです。 だからまあそのためのね軍資金はやっぱり必要なんですよ制作費ねだから CD 買ってくださいよろしくお願いします売り切れないと次作らせてもらえないんでねということでえー、それではまたお会いいたしましょうえー、コミックバゲットは最終日じゃなかったえっ、ー、と7日目初日です12月の30日でございます土曜日ね土曜日だっけ金曜日だっけえっ、ー、と曜日忘れちったええー、12月の30のええ東ホール A52AB でございます壁でございますので 柱のあたりですね。よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。See you next time! バイバイ